約束ね。私はこの仕事が大好きよ。一日中座っててもいいし、刀で戦う練習をしてもいいわ。こんにちは、健康診断を行いに来ました。まずその中身を見せてください。ああ、こんな医者はいらないです。出てってください。健康診断は絶対にしないと。私を中に入れたくないならあなたを見ますよ。この浣腸を使います。さあ、ズボンを脱いで。あ、いや、やっぱり囚人を見てください。彼は病気みたいですよ。ここです、先生、どうにかしてください。え、あ、本当にお腹が痛いです。本当に病気みたいですね。では失礼します。これで安心して浣腸をしてください。見て、アンディ、バディを連れてきたよ。何も間違えてないといいけど。どう、あなたのバディ？バディ？違う、猫だよ。僕のバディは。ごめん、少し勘違いしちゃったみたい。でも心配しないで、また来るわ。早く出てって。僕は猫アレルギーなんだ。大丈夫よ、ちょうど必要な薬が入った注射器があるの。注射をすればいいでしょ。いや、注射はいいよ。子猫を追いかけな。じゃないとやばいことになるよ。僕は大丈夫だから。おいしいランチの時間よ。え、なんで猫が？どうやってここに来たの？子猫ちゃん、ごめんね。出て行ってもらうわ。どっか行け。あ、見つかっちゃった。ハワリさんが気を取り戻す前にここを出よう。次回は他の変装をするわ。こんにちは、お掃除をしに来ました。通してください。いいえ、まずはあなたのことをよく見ないと。危険なもの、違法なものを持っているかもしれませんよ。バカなこと言わないでください。キットカットはいかがですか？あ、ありがとうございます。でも仕事の方が大切ですからね。バケツの中も見てみます。バケツの中ですか？何もないですよ。どうしよう。いい加減にしてくださいよ。ここ以外にも掃除しないといけないところがあるんです。邪魔しないでください。あー、まあいいですよ。少なくとも綺麗になりますよね。ありがとうございます。バディを見つけたわ。3匹も。3匹？でも彼は1匹だよ。そんな、金魚は3匹もいたのよ。魚？魚のことをバディって呼ばないでしょう。これは僕のバディじゃない。あ、静かに、おまわりさんが来るわ。魚を隠して。どこに？ああ、そうだ、トイレに隠そう。水があるから安心だよね。疑わなければいいんだけど。何ですかこれ？なんで水たまりがあるんですか？なんでこっちに来たんですか？私はトイレに行こうとしてたんですよ。あー、ごめんなさい。すぐにここを出ます。バディが見つかるといいんだけど。彼がいないと僕はダメになる。バディに会いたい。無事だといいんだけど。こんにちは、私の名前はジェリーです。電気製品の点検に参りました。大丈夫ですね、通ってください。どうぞ。あ、待って、まず私の椅子を見てもらえますか？壊れてるんですよ。これじゃあ座れません。椅子ですか？あー、よくあることですよ。簡単に直せます。ガムテープが使えます。ガムテープ？どうぞ。また安い修理屋さんに依頼したのね。通ってください。ちょうど照明がおかしくて。この電球をねじ込んでください。もちろん楽勝ですよ。あとはどうやってアンディの方に行けるかね。あ、そうね、壁に大きな穴を開ければいいんだわ。ハンマーが使えそうね。刑務所の壁は太いわね。でも大丈夫、ドリルがあるわ。あれ、おかしいな。こうするしかないわ。あ、これならいける。どうしたんですか？
心配しないでください。電球をねじ込んでいるだけです。やっとアンディがバディに会える。バディはどこ？この穴を通れるわけ。え、ネズミだ。どうしたんですか？なんで壁の中にネズミがいるの？手遅れになる前に逃げましょう。こんばんは。危険な犯罪者を見つけました。イタチです。毒棒に入れてください。うわー、なかなか捕まらなかったやつですね。どうぞ、毒棒はあそこです。あれ、私のバナナは？ん？何が起こってるんだ？ジェーン、バディを連れてきたの？そうよ、ほら、バディに会えて嬉しい？バディ、これは不気味なイタチじゃないか。俺のバディじゃない。もううんざりよ、かわいそうな私、かわいそうな動物たち。ん？何が起こってるんですか？警官じゃないのね。あなたにも罰を与えないと。あれ？私の銃はどこ？このイタチは泥棒の達人みたいね。何よ、失礼じゃない。行かなくちゃ。失礼ですが脱獄させていただきます。待って、絶対に追いつくわ。いや、そうはさせないぞ。ご飯を渡さないわよ。このバナナを一日中食べてなさい。召し上がれ。通してください。囚人のために食事を持ってきました。動物はいませんか？先日はイタチを連れてきた人がいたので。食事の中に動物ですか？そんなのダメじゃないですか。ですよね。あ、チキンをもらってもいいですか？お腹が空いているんです。もちろん。ありがとうございます。やっとまともな食事ができるわ。あれ、この毛は何？わかったわ。アンディ、私よ。バディを連れてきたわ。本当？やっとだ。待ちくたびれたよ。2時間も追いかけたのよ。すごく足が速いウサギちゃんなのね。これは僕のバディじゃない、ウサギだ。僕のバディは。わかったわ、またあなたなんでしょ。動物？何の話ですか？その中にいるんでしょ。何言ってるんですか？そんなはずはないわ。絶対に誰かいるわ。さっき毛を見たのよ。ほら、誰もいませんよ。幻覚じゃないですか？幻覚？いいえ、私は絶対に見つけるわ。何の話ですか？私は何も見ていませんよ。いいウサギちゃんね。よく中に入れたわね。待って、どこ行くんですか？私はアンディに会いに来ました。私は彼の妻です。彼には小さな赤ちゃんがいるんですよ。赤ちゃんがパパに会いたいんです。赤ちゃんですって？もちろん、どうぞ。アンディは家族のこと何も言ってませんでしたけど。アンディ、私よ。今度こそあなたのバディよ。なんでバディが犬だって言ってくれなかったの？バディ、やっとだ。会いたかったよ。彼を貸して。待って、太ってるから入れないの。捕まえて逃げちゃうぞ。今度は何よ、なんで刑務所が動物園になったの？あんこ、どこ行くの？あー、助けて、殺されるわ。あ、アンディを外に出すチャンスみたいね。鍵ならここにあるわ。ここから出してくれるの？うん、でもその前に正しい鍵を見つけないと。あ、落ち着かせる方法がわかったわ。ソーセージ食べる？食べるわよね。さあ、行きましょう。
あんたも刑務所行きよ。あれ、何をしてるんですか？何もしてないです。立ってるだけです。バディ、これからは飼い主と一緒にいるのよ。一緒に牢屋に入りなさい。よかった、バディ、やっと会えたね。私は家に。いいえ、刑務所を動物園にしようとしましたよね。あなたにも罪を償ってもらいます。これで誰も寂しくないですよね。私はランチに行ってきます。これでやっと安心。くらいに変身させてみるわ。あの箱はなんだ？車をどうするつもりなのかな？私の車をもっと可愛く変身させるの。今はバービーみたいなピンク色が流行ってるのよ。だから色を変えちゃおうと思うんだ。もちろんふわふわにしちゃうわよ。できた。今度はタイヤとライトの番よ。普通のままだとつまらないから、細かいところまでピンクにしちゃうの。そうすればすっごく可愛くなるわよ。ライトだっておしゃれにしちゃうわよ。車のライトは目のようなもの。つけまつげをつけたら可愛くなるはずね。すごくいい考えでしょ。これでピットに勝ったわ。Oh my God。 そんな、どうしよう。あ、そうだ、僕だって車を変身させればいいんだ。必要なものは注文しよう。お、早いね。ありがとう。早速取り掛かるぞ。まずは黒いスプレーを使うよ。車を真っ黒にしたいんだよね。かっこよくなったな。タイヤだって男らしく黒に交換しないとだね。まだまだ終わりじゃないよ。金色のトゲトゲを貼ったらもっとかっこよくなるだろう。ほら、いい感じだ。ドクロも貼らないとね。え、その車どうしたの？おしゃれにしたんだよ。羨ましい？乗りたい？そう簡単には諦めないからね。外装はできたし、今度は車内を可愛くしていくわよ。まずはハンドルをどうにかしないとね。こうしたらすっごく使いやすくなるの。ナイス。今度はシート、ピンクの毛皮をかけるわよ。高級感が出てるわね。ミラーにぬいぐるみをかけてピンクのふわふわを増やしましょう。これで車の中まで可愛くなったわ。そして最後にイルミネーション。私の好きな色をみんなに知ってもらいたいの。車内までデコレーションしたの？負けてられないね。そうだ、僕だって何か飾りを持ってるはず。これだけあれば車内もかっこよくできるね。チェーンでハンドルを巻こう。ほら、だいぶかっこよくなっただろう。でもまだ終わりじゃないよ。ドクロはどこでも必須アイテムなんだ。レバーにも貼っちゃおうっと。ミラーにもかけるよ。ほら、おしゃれだろう。でもドクロはまだまだ続くよ。ここに貼っちゃおうではないか。他の運転手さんが僕のことを尊敬するだろう。車内をデコレーションしてるの？またドクロ尽くしよ。私の車の方が可愛いから平気平気。何をしようかしら。 OK。 車が駐車場に止まっている間は周りのスペースをヨガ教室にしちゃえばいいの。必要なものならマットもお水もモニターだってあるのよ。プロを見ながら運動できるんだ。さあ始めるわよ。 Hello。 OK。 キャンディー、私たちもヨガをしたいの。いい？もちろんよ、一緒にやりましょう。おいしいな。
あれ？何が起こってるんだ？僕がハンバーガーを食べてる間にダイエットをしてるのかな？そんなの許さないぞ。僕だってスポーツジムを作ってやる。必要なものなら全部入ってるぞ。ジムにはダンベルがないとだね。よし、行くぞ。これだけじゃ少ないね。こんなのもあるよ。重いな。ああ、これで十分だと思う。女の子はマッチョが好きなんだ。筋肉をつけないとだね。ピット、僕たちも一緒にトレーニングしていいかな？もちろんさ、一緒に筋肉をつけよう。あれ？かっこいい男子がいるわね。Hey. 挨拶をしてきましょう。Okay. 行きましょう。どこ行くの？ What? 私は裏切られちゃった。あと少しだ。やってやるぞ。やったぞ。ああ、なんでよりによって今なんだよ。電源が切れちゃった。でも代わりになるものを知ってるよ。僕のトランクルームをゲーセンにすればいいんだ。大きなモニターを出してゲーム機をセットすれば好きなだけゲームができるんだよ。ほら見て、かっこいいだろう。これだと遊びにくいから座る場所も用意しないとだね。いい感じだ。こんなに心地いいクッションでゲームができるなんて最高な人生だね。よし、遊ぶぞ。ああ、最高だ。イット、一緒に遊んでいい？もちろんいいよ。楽しいわね。人がたくさんいるわね。私はまた一人ぼっちなの？あ、いいこと考えた。みんなをこっちに来させる方法があるわ。パーティー会場を用意しちゃうの。必要なものは揃ってるわ。ディスコボールだってあるの。重いわね。ほら素敵。パーティーの時間よ。みんな踊りましょう。あ、ディスコじゃないの。みんなで踊りましょう。楽しい。一人ぼっちになっちゃったよ。かわいそうに。ピット、こっちへおいで。一緒に踊りましょう。もっといいアイデアがあるんだ。キャンディーのためにピンクのジョイスティックを用意してるんだよ。一緒に遊ばない？素敵、ぜひ遊びましょう。えい、くらえ。僕が勝つぞ。ピットはいい人だったのね。キャンディーもさ、お互いのことをよく知れてよかった。まずはペットボトルゼリーを作って。わかったわ。そんなの初めて聞くわ。了解。何があるかな。コーラは使えるわね。すごいこと見せるから見てて。コーラ大好きなの。手を使わなくても飲めるわよ。美味しかった。あ、やめて、助けて。気分が悪くなっちゃったわ。臭いわね。ごめんなさい、そんなつもりはなかったの。じゃあスキットルズを入れるわよ。気に入ってもらえること間違いなしね。あ、メープルシロップもあったんだった。入れようっと。甘ければ甘いほどいいのよ。今度は振らないとね。できたかな。あ、蓋がくっついちゃった。最悪。助けて、早く開いてよ。あと少しね。大丈夫なの？ええ。あ、大変。
爪が。でもやっと蓋が開けられるわ。大変ね。Let's go! 妹がお腹いっぱいになれればそれでいいの。冷凍スプレーを使ってゼリーにしちゃうわよ。おばあちゃん寝ちゃったの？チャレンジ中よ。見てすごいでしょ。やりすぎじゃない？ジャムと蜂蜜で作った方がいいと思うわ。すぐにできるからね。さあ凍らせるわ。蜂蜜？それで子供が満足するとでも？そういうシェフは何を作るのかしら。言われた通りコーラを使うわ。私はいろいろなトリックを知ってるの。お鍋にコーラと熊組を入れるわ。ゼリーになるにはゼラチンを入れないとね。いつも持ち歩いててよかった。よーく混ぜたらペットボトルに戻すわよ。ロートを使った方が簡単ね。あと少しで完成よ。美味しそうでしょう。さあ凍らせるわよ。スーパーフリーズは私の発明品なの。一瞬でゼリーの出来上がり。ああすごい。本当ね。ありがとう。完璧だと思う？私もそう思うわ。蜂蜜忘れないでね。あらそうだったわ。出来上がってるはずよ。あら冷たいわね。手が凍っちゃうわ。どうしましょう。息を吹けば温まるのかしら。あ、よかった。私はもう大丈夫よ。ゼリーを味見しなさい。あ、三つもある。どれから食べてみようかな。あ、かわいいクマ。じゃあ食べるよ。あ、ハチミツ？いいね。甘くて美味しいはず。うんうん、いい感じ。あ、私の大好きなコーラだ。何が入ってるのかな。喜んで食べてみるよ。食べるのは大変だけど美味しそう。あ、美味しい。シェフ、ありがとう。最後は何かな。お姉ちゃんのゼリー。お菓子がたくさんある。きれい。あ、今まで食べてきた中で一番おいしい。お姉ちゃんの勝ちよ。そんな。やった、ありがとう。よく頑張ったわね。今度はワッフル。いい選択じゃないの。なになに。あら、わかったわ。作れないけどやってみる。ワッフルの生地を作るには小麦粉と卵とバターが必要なのよ。今度は牛乳と砂糖の出番ね。あら、泡立て器はどこなの。私は混ぜるのがすごく早いの。本当だ、すごいでしょ。本当にすごいわ。何してるの。自動のを使えば力と発想力を節約することができるっていうのに。いいこと考えちゃったわ。絶対に気に入ってもらえるはずね。カラフルなワッフルを作っちゃうの。こっちは赤、こっちは黄色、緑に青よ。それでも勝つのは私よ。本当にそう思うの。もう喧嘩しなくてもいいでしょ。ヌテラを入れたら私が勝つわ。チョコはみんな好きだもんね。二人が喧嘩してる間に私はヤッフルを焼いちゃうわよ。熱いけどすっごくいい匂いがする。私も食べたいな。我慢できない。おいしい。私って天才ね。なんであなたが食べるのよ。あ、そうね、もう一回作るから大丈夫。今度は食べないでちょうだい。私がちゃんとコントロールするからね。いい匂いじゃないの。私が勝つわよ。いいえ、
私のワッフルの方が可愛いのよ。ほらね、私には勝てないわよ。期待しないで。最高、本当に美味しいわ。妹に食べさせる分はなくなっちゃった。何してるの？これはチャレンジなのよ。私は悪くないわよ、怒らないで。もう一回作るから。あれ、生地はどこ？ああ、終わっちゃった。どうしよう、何か思いつかないと。あ、インスタント麺があったんだったわ。お湯をかけて少し待ったら、今度はワッフルにするの。できた。いくわよ。ワッフルできるかな。余った分は自分で食べようと。食べるのをやめなさい、食いしん坊なのね。私の完璧なワッフルはできたわよ。綺麗でしょう。半分に切って虹にしちゃうわ。そして生クリームで雲を作るの。さあ、トッピングをかけるわよ。絶対に勝てるわね。本当に綺麗ね。でも私だって秘密兵器を持ってるのよ。バスキンロビンスにシュガーパウダー。大好きな孫も絶対に気に入ってくれるはずよ。綺麗、体にいいのよ。すごい、おばあちゃんよく頑張ったね。私も頑張らないと。どうしようかな。あ、チーズパウダーをかけようっと。チーズは多めに入れないとね。あ、ハクション、鼻に入っちゃった。くすぐったい。汚いじゃないの、気をつけなさいよ。大丈夫だって、手は舐めればいいだけ。おいしい。お行儀悪いわね。結構よ。あ、麺のワッフル、不思議、こんなの食べたことないわ。サクサクしてるけど美味しくない。もう食べないからね。そんな。あ、カラフルなワッフル、すっごく綺麗。おいしい。よかった。あ、アイスクリームとワッフル、最高な組み合わせね。しかもイチゴも乗ってる。綺麗。あ、本当に美味しい。もっともっと食べたい。おばあちゃんの勝ちだよ。やったわ。